なりたいチャンネルです。影の実力者になりたくて、二次創作、王女を実力者に変えたくて、第37話、52、結婚することになりまして、朗読を始めます。影の実力者になりたくて、王女を実力者に変えたくて、一生、52、結婚することになりまして、ミドガル王国。この世界において現在最も突出した武力を有している国家として認識されている大国だ。特定の者たちが活動を始めるほんの少し前までは周辺他国と遜色ない程度の経済レベルであったのだが、ここ数年で技術進歩、経済成長、流通網の強化だけでなく、それらを維持できる国力の伸びが非常に高い。この急速でありながらも質が非常に高い成長は、かの三つ星商会があらゆるインフラに携わってきた影響とも言われているが、これは紛れもない事実だろう。またミドガル王国は芸術の国オリアナ王国と同盟を結んでおり、防衛の任務を受けることがあるためにつながりは大きい。それに加えて武神祭にて発覚した最小ド M ケツハットによるクーデター計画の発覚や、ラファエロ国王が毒を盛られていたことなど、オリアナ王国内が混乱する中でも迅速に手を差し伸べたことも好印象につながっていた。さまざまな要素を加味して武力、芸術、経済、医療などの分野において、ミドガル王国は世界において建国以降最も注目を浴びている国家といえるだろう。特に武力の分野において凄まじい。何せミドガル王国の武神祭は世界から腕に自信のある実力者が集い、そして頂点を競い合う祭典だ。そこで実力を見せた者たちがミドガル王国に席を置いている者たちであるがゆえに、その反響は凄まじい。いや、頭角を現した中で一人はベガルタ出身、もう一人は所属不明ではあったが、まあそれは置いておこう。目にも止まらない戦闘速度で敵を切り伏せる戦闘方法となびかせる美しい金髪から閃光の名を冠した者も当然注目されたが、それ以上に長い歴史の中でも卓越した魔力制御能力を誇る者たちが認知度としては高い。魔力の具現化という魔力の可視化を上回る魔力制御を完全習得してみせた実力者が3人もいるのだ。そのうち2人はミドガル王国を牽引する王女たちというのだから驚きだ。第1王女アイリス・ミドガルと第2王女アレクシア。ミドガルといえば王国内でも知らぬ者は存在しないほどの超有名人。王族でありながらも王国が誇る騎士団最強の2人。その立場に甘んじることなく修練を続けるストイックな考えを持ちながらも、彼女たちが持つ親しみやすさからよく国民たちとの交流も行っていて、人気も非常に高い。人気も認知度もかなり増加したこともあり、具現化まで至ったその実力から、王女2人は2つ名がかぶせられ、メディアの大々的な表現によって広まった。豪華を従え、圧倒的な火力で障害を排除するアイリスは炎王の名を、グフを従えて縦横無尽に戦場を操るアレクシアは乱天の名を、本来であれば守られる側であるはずの立場でありながら、不信せずに実力を身につけたという事実、それは他の騎士団たちも各々奮起しやすい影響を与えており、我こそはと日々鍛錬に励む騎士団員たちの姿が見受けられていた。そして残りの一人は詳細不明の実力者、シャドウと名乗った男と、王国歴史史上最大の決戦と呼ばれる戦いを乗り越えた上で優勝をつかみ取った男、ガイアス・クエスト。世にも珍しい剣を使わずに戦うと視覚等が印象に残りやすいが、ゴーレムの操作に長けており、最大1000体ものゴーレムを操作して戦うことができる男。あの光景を見てしまった者たちから一種の信仰に近しい持ち上げ方をされているのだが、本人は軽く流しているようであった。これは公になっていないが、王国内である時期から野党出現情報や行方不明者の位置情報などが警備隊の耳に入るようになった。その要因は彼が動かしているゴーレムによるものなのではないかと陰ながら囁かれているほどになっている。
一時一時は武神をもじもじって剣神と呼ばれていた男は今、まあ非常にお似合いですよ婿殿。着物というのを実際に触れるのは初めてでしたが、これも貴重な体験。ウェディングドレスとは異なった趣がありますな。質感も素晴らしい。まさか彼らの衣装がここまで良い品であったとは。着せ替え人形となって使用人たちの手によって人生を大一番の戦いへ赴こうとしていた。かつて数回だけ着たことがある衣装を身につけて、ガイアスはまるで宇宙を感じ取った猫のような表情を浮かべながら着せ替え人形の状態に陥っており、考えるのを止めていた。ここまで呆然とした状態になったのは武神祭でもなかったことを考えれば、ある意味で彼らは偉業を成したと言えなくもない。ミドガル王国に守護神あり、やはやこうしてあなた様の身支度を整えれるのは我々にとってまさに誉れ、全力でことに当たらせていただきます。とてもおめでたいですな。何せ王国の歴史史上初めてとなる結婚式、それも3人の王女様が軍神様に嫁がれる。この度は最高の結婚式となるでしょう。使用人たちはガイアスの反応を待たず、持ち上げるセリフを口々に語る。そう、彼らはガイアスが婿入りという形で王族の仲間入りするということで非常に力を入れても取り組んでいた。こんなことになるなどガイアスは知らぬところであるが、それもそのはず。なぜならばこのように手配していたのはミドガル王国の国王であるクラウス・ミドガルから直々に指名され、そして命じられた者たちなのだ。それに加えて王女たちの依頼とそれに見合った報酬を提示されれば、己が持つ全てを投入して最高の式という形で歴史に名を残そうと奮起するのも当然と言える。武神祭を経て時間なんてほとんど経過していないというのに、いつの間にかガイアスには軍神の名がかぶせられるようになっていた。おそらくシャドウとの戦いで見せたゴーレム軍勢の召喚によって関連付けられた2つ名であると予測はできるのだが、あまりにも大層な名前であるためにもろ手を挙げて喜びづらい現実がある。だが事実として王国内において武芸で彼と渡り合えるのは謎の男シャドウとアイリスやアレクシアといった王国最強格のみと言われており、その中でもガイアスと同格として見られているのは互角に渡り合えたシャドウだけだったりする。そのため一層シャドウの異質さが際立って噂されており、それを耳に挟んだシド、影の王が内心で狂喜乱舞していたのだが、それを知る者はいない。ちなみに今回の結婚式は王国の歴史上でも初の試みが多い。それを聞いたメディアも困惑半分、ネタになる喜び半分で面白がって大っぴらに言い広めている状態だ。初の試みである一つは出席する者たちに関する衣類。本来は王国の伝統ある衣装としてドレスや貴族の礼服が基本であった。だが近年、三つ星商会が流行らせたスーツでもこのような場にふさわしい感性という三つ星商会の巧みな話術が功を奏したことで、それらを身につけても問題ないと判断する者たちも多くなっていた。一つは新郎新婦の礼装の変更。これはわかりやすいが、花嫁はウェディングドレスが基本的であったのだが、今回は特別な式にしたいとの要望があったことで着物、白無垢を使用した和を基調とした式が行われることが決まっている。ガイアスが彼らに着せ替えさせられていたのも着物であり、日本で生まれ育った者が見れば即座に和を感じ取れる珠玉の一品だ。こうなるように仕向けたのはアレクシアとローズであり、ガイアスが着物大好き人間であることを把握したことが原因である。せっかく式を挙げるのなら、好きな男が興奮する着物での結婚式をするべきだと主張したらしい。いや、王族の結婚式にその論調はどうなのと思うだろうが、それが通ってしまっているから何とも言えないのだ。なお今回の着物を提供した雪狐商会のトップである雪目は、アレクシアからこの話を持ちかけられてた時にひっくり返るほど驚いたらしい。ミドガル王国の、それも今話題沸騰中の王女たちが主役の結婚式に用いる装束、その話を王女自ら雪狐商会へわざわざ持ち込んできたのだ。商人としての側面も持つ雪目が、
金がなまる話を無視するはずもなく即座に承諾。最重要案件ということであらゆる商談を脇に置き、最高品質の素材で編んだ白無垢を納品まで急ピッチで作成していたりする。ちなみにこの話をどこかで聞いた無法都市で生計を立てる一部の者たちが湧き立ったり、ユキメ自身もアレクシアから裏で誘われていたりするが、そこはガイアスが把握していない領域のため、ここでは知る必要のない話題。そして最も世間を騒がせたのが3人の王女たちが結婚するということ。それも3人全員が同じ男にである。お察しの方が大多数だろうが、紛れもない副婚という名の一夫多妻だ。話を聞いたガイアスは理解と放棄の狭間に無限を挟まれてしまったかのように、情報が完結することができておらず、まだ現状を完全に理解しきれていなかった。それをなすために国政内にて急ピッチで副婚制度の制定が議論された後に可決されたという事実に。どうしてこうなった？宇宙を感じているガイアスが考えていることは知られることはなく、刻一刻と近づいてくるその時を待つことになるのだが、こうなるちょっと前へ時間は遡る。大波乱に満ちた本大会、その優勝者はガイアス、クエスト選手に決定だ。武神祭決勝戦、ガイアス、クエストが対戦相手であるアレクシア、ミードガルの意識を奪ったことで戦闘不能と判断され、本大会は決着がついた。魔力の具現化を用いるのを事前に禁止されていたことで見るポイントは一つ減ってしまったものの、二人の技術が純粋に高く、魔力制御も優れていたことから、肉弾戦主体であっても観客たちの目を奪うぐらいのことはできたようだ。沸き立つ歓声を一身に受けつつ、ガイアスは掲げていた右腕を下ろしてアレクシアを抱き上げる。ご丁寧に首へ負担がかからないように胸元に頭が寄るようにしているところが様になっている。それを見た一部の観客たちが歓喜の声を上げたのだが、ガイアスはあえて聞かなかったことにした。気を失っているアレクシアも気道を抑えただけなので、当然命に別状はない。呼吸もしっかりしているため、胸も上下に動いている。このまま地面に寝かせるのも嫌なのもあって、担架を使うほどでもないために、そのままお姫様抱っこで抱え上げたのだが、そこでアレクシアは意識を取り戻した。あ、湧く観客の歓声と感じるぬくもりで意識を覚醒させたアレクシアは、自分が今どんな体勢になっているのかを即座に把握して赤面した。気づいたかアレクシア、すぐ下ろすよ。このままがいい？え、下ろしたりしたら怒るから。わかった。余計な気を利かせて下ろそうとしたのだが、アレクシアは襟袖をキュッとつかみながら釘を刺した。日常的に甘える姿を見せないアレクシアに湧き立つ気持ちはあるものの、一旦抑えたガイアスはそのまま会場内で突っ立っているわけにもいかないため、そのまま歩いて控室へ戻るのだった。賭博で勝った者が歓喜の声を上げ、敗者が絶望の嘆きを上げるのを遠目で見つつ、会場内では急ピッチで組み立てが行われている。決勝戦を終えたにもかかわらず、観客たちの大半はそのまま残り、会場内での組み立てを魚にしながら飲酒を楽しんでいた。一応国家が武神祭の決勝戦を行うために準備を行っていたために、王国内では今日は休日扱いになっているのであるが、一応昼前にベロンベロンに酔っているものが出ているのは大丈夫なのかと心配になる。まあ運が悪くても博打で勝った賞金が盗まれるだけで済むだろうから、その時は酒に飲まれた自分を恨んでほしいものだ。ちなみに職員たちが何を準備しているのかと問われれば簡単な話、表彰式だ。世間を賑わせ、そこに王女様まで出場していることを考えても質素な式典にするわけにもいかない。それに加え表彰式後は閉会式も行われ、そこからようやくこの神聖スタジアムが一般開放されるため、ミスが許されないのだ。そのため関係者たちは決勝戦前と比べてより引き締まった表情で取り組んでおり、そこに三つ星商会や雪狐商会も加わって和気あいあいと各々の業務に取り組んでいた。優勝おめでとうございますガイアスさん。うん、お見事、ありがとうございます。
よく頑張りましたね、アレクシア。あなたが誇らしいです。素晴らしい戦いだった。あなたはもっと強くなれる。ありがとう。納得しているけど、やはり悔しいものね。選手や関係者しか入れない控え室にはガイアスたちがいた。ローズやオリビエはガイアスの優勝をたたえ、アイリスやベアトリクスはアレクシアと会話をしていた。特にアレクシアは自身の壁を壊したことで強さに磨きがかかっている。それは彼女自身も分かっているために、悔し涙を流すよりも先に己の成長を喜んでいた。悔しがることは止めていないが、我ながら回転を加えて肘打ちの一手は良い選択だったと思っていたのに、どうして即座に対応できるのか本当わからないのだけれど、時折、いえ、大分理不尽な存在よね、あなたって。それはその通り。まあガイアスさんですから、私たちの常識に当てはめるのは危険だということは私たちが一番理解しているはずなのですが、皆の認識は化け物。ひどい言われようだな。おい、味方になってくれる人がいない。アレクシアの発言に心底同意するようにうなずく一同にガイアスは嘆いた。ちなみに彼女たちだからこの反応なのであって、一般生徒たちからは完全に境界線を引かれていることにガイアスは気づいていない。これも普段関わり合いがない弊害なのだが、知らぬが仏というやつだろう。まあ壁越えをしたと言っても自分のスタイルを確立した直後だったからな。自分にぴったりの動きができるようになったと言っても対処方法はある。例えばアレクシアは独り立ちするまで俺が鍛え上げてきたんだぞ。アレクシアが勝つために何かを企んでいることを念頭に置けば、いくつかの選択肢が外れるから、そこから消去法だ。ただの人読みじゃないの。まあガイアスさんですから。ローズさん、それしか言えていないですよ。アレクシアから武を教えてもらうようになったばかりのローズではガイアスたちの戦いを理解するのは難しい。そんな彼女もめきめきと実力を伸ばしている最中なので、自分の戦い方を確立するまでそう長くはかからないだろう。あ、ここにいらっしゃいましたか。うん。談笑をしているガイアスたちのもとに一人の騎士がやってくる。一般の騎士団員とは異なり、装飾に凝った防具を身につけていることから、彼がクラウス国王陛下の護衛も務める親衛隊に所属するものだとアイリスやアレクシアは即座に把握した。ガイアス、心配入りません。彼が身につけているもんはお父様の護衛を務める親衛隊のみに許された証です。おそらくお父様の指示でここまで来たのでしょう。アイリス王女様のおっしゃる通りです。クラウス国王陛下がお待ちになられておりますので、ぜひ来ていただけるようお願い申し上げます。ご丁寧にどうも。そんな流れでやってきました玉座の間ではなく、応接対応をするための場所だろう。クラウス国王陛下の立場であれば、玉座に座ってこちらから小腕をしだれて云々をするのが極めて一般的なことだと考えていたのだが、どうやらクラウス国王はその枠組みに収まる気はないらしい。よく来てくれたガイアス君、どうか座ってくれ。もちろんローズ王女に武神ベアトリクス殿、先行リビ殿も楽にしてくれて構わない。うん、では失礼いたします。わかった。興味本位でついてきたローズイタルはガイアスとは別のソファに座ることになるが、当然の流れだろう。アイリスやアレクシアは今回の話に関わるためかガイアスのそばに座っている。ありえないことだ。いくら武神祭で優勝した選手を相手にするとは言っても、相手は国の最高権力者。己の立場を軽視してこのような場に招き入れるのか。まるで我々は同じ立場と言わんばかりの雰囲気だ。給仕が準備したのは巷で話題に上がっている三つ子師匠会のコーヒー。それを軽く一口喉に流してからガイアスは本題に入ることにした。わざわざ国王陛下から呼んでくださりありがとうございます。早速ですが、どのような問題が起こったのでしょうか。ガイアスは秘密裏ではあるが、何度かクラウスと会って話をしている。
秘密裏に会う際は立場の都合を考えずに話すようにしていることもあって、口調を崩すことにはためらいはない。だがガイアスとてある程度常識をわきまえている。公の場で話す際は当然敬語を用いることは当然のこと、余計な不和を起こさぬよう心がけていた。しかし今回クラウス国王は王としての姿ではなく、クラウス・ミードガルという一個人で話をしたいように感じ取った。こういう時は大体緊急事態が起こったり、ディアボロス教団によって面倒事が起きた時に依頼という形で話が行われることが多かったりする。なのでガイアスは緊急の要件なのではないかと判断し、本題に入るように促したのだ。ふふ、君のその切り替えの速さはさすがだな。だが安心してくれたまえ。今回はディアボロス教団や国内問題で呼んだわけではないのだ。いや、ある意味国内問題か。やけにふわっとした感じですね。緊張感を持っていたのだか、どうやら今回は緊急案件ではなかった様子。自分の発言にちょっとした疑問を持っているクラウスを見て、ガイアスも緊張を解く。急ぎの案件ではないが、ある意味で国内問題になるとは一体。クラウスがアレクシアたちに目配せをすれば彼女たちはうなずいた。ご本、確かに時間も有限だ。君の言う通り本題に入った方が良さそうだ。緊急案件ではないと言ったはずなのに、前で腕を組んで真剣な表情になるクラウス。ガイアスも彼の切り替えにおのずと真剣な雰囲気になり、またコーヒーを一口。まずアレクシア娘と体を重ねた件なのだが、ブー、そして盛大に吹き出した。吹き出したコーヒーが対面のクラウスにかからなかったのは幸運と言えるだろう。この場で何を言ってやがりますか、あなたは。なんとかコーヒーをこれ以上こぼさずに机に置けたのは褒めてほしい。さすがに第三者がいるこの場でそれを追求されるとは思ってもおらず、完全に不意打ちを食らう。あまりの動揺で語尾が強くなってしまったのはご愛嬌だ。アレクシア、どういうことですか。クラウスの発言に対してガイアス以上に動揺を隠しきれていないのがアイリス王女だ。まるで油が切れてしまったブリキの人形のようにぎこちない動きと言葉が分かりやすい。時点で動揺していたのは給仕を担当していた面々。第二王女の合いびきを国王自らの口から突然聞かされたことで驚いて食器を手から落としそうになっていたが、プロ意識をなんとか保ったことで食器を割ることはなかった。ローズは王女という立場であるがゆえにそういうこともあると納得しており、オリビエはおおとのんきに反応をこぼす。ベアトリクスは私がこの場にいてよいのだろうかと小声で反応をこぼしながら若干居心地が悪そうにしていた。ははは、すまんすまん。だが王国の未来を考えれば重要な話だということも君ならわかるだろう。だったら当事者だけで話し合いの場を設ければよかったのでは。先ほど言っただろう、時間は有限だと。ああ、当然だがここで話すことは事前に娘から許可も得ていたから心配しないでほしい。まあ、要するに君たちも関わってくるからまとめて話そうということだ。アレクシアをちらりと見れば、ごめんね、と悪びれもなく返す彼女に、ガイアスはデコピンで返答した。アイリスは全身を震わしながら言葉を失った。私の娘が決めた相手だ。そしてその相手は私も詳しくはなくともよく知っている男となれば、こちらが反対する理由など一つもない。そうしてクラウスは頭を下げてこう告げた。我々の娘たちをよろしくお願いします。いや、展開早くね。第二王女が王族でもない、地位がトップクラスの貴族というわけでもない。いや、今回ガイアスが表立って活躍を見せたことによって裏から王国を支えていた功績を一部引っ張り出せるようになった。それによってクエスト家にも恩賞を与えられることになったため、他の貴族たちと比べると影響力は確かに高くなっていた。それでも嫁がせる迎え入れる関係なく王族の娘が関わる以上はもうちょっと考えてもいいのではないかとガイアスは思った。ちょっと待ってください、我がの娘、至る。その通りだ、
扉を開けて入ってきたのはミドガル王国とも深い関わりを持った男性。ドエム、ケツハットの策謀によって憔悴状態になり、入院中であるはずのラファエロ国王陛下であった。お父様。おう、ローズよ。いつも元気があって私は嬉しいぞ。席から立ち上がって抱擁を交わすオリアナ王国関係者。つい先日まで立ち上がるのも困難と言われていたはずなのにもかかわらず、両足で力強く立っていることに驚愕せざるを得ない。ラファエロ、国王陛下、体調の方はよろしいのでしょうか？その、随分と、鍛え直されたようで。うむ、確か、イータ殿であったかな？彼女からいろいろ薬をいただいてな。それを服用したおかげで力がみなぎり、こうして自らの足で立てておる。ミドガル王国には非常に優れた医療技術があるものだ。いや、それはそれで大丈夫なのかしら？アレクシアがラファエロ国王の変化に唖然としていた。ろくに食事を与えられていなかった枯れ木の状態から、なんというか、こう、ボディビルに出ても違和感がないほどに筋肉に覆われた肉体には針と迫力が確かにあった。前情報なしにそれを見れば誰もが驚く。誰だってそうなる。俺だってそうなる。確実に面白がってイータが投薬を繰り返した影響だろう。結果として良かったものの、裏でアルファがイータを叱っていたことを知るのはシャドーガーデンの面々のみである。ガイアス君、オリアナ王国は君に多大な恩がある。故に我々はその恩に報いるべく考えたのだ。まさかと思いますが。うむ、私のマナ娘であるローズを貴殿に嫁がせることにしたのだよ。少し目線をずらせばローズと目が合う。抱擁を解いたローズはゆっくりとガイアスの旗へ近づいて行き、手を取った。お父様の言葉通りです。私は、オリアナ王国は、ガイアスさんに大恩があります。このまま何もせず過ごすのはオリアナ王家の名折れ。ガイアスさん、オリアナ王女の立場だけでなく、一人の女性として、私はあなたと共に生きていきたい。旗で支えたいのです。いや、アレクシアは。ちなみにアレクシアさんから了承はいただいております。アイリス、死んでる？あの、お祖母様、私は何を見せられているのでしょうか？追い込み量。流れるように脳内に押し込まれている情報を処理しきれずによくわからない表情を浮かべるガイアスに対し、愛おしそうに手を両手で包み込むローズは頬をあからめつつ嬉しそう。なお何も聞かされていなかったアイリスは真っ白に燃え尽きていた。王女、二人、嫁ぐ、迎え入れ、前代未聞、すぎません。娘のアイリスも含めたら三人だな。いや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 、正気ですか？正気だとも。このためにいろいろ手を回してきたのだ。すっと差し出される一枚の用紙。嫌な予感がピンピンしながらも動揺を抑え込みながら確認すれば、そこには副婚と記載された新たな制度制定の記述がしっかりと記載され、適用が開始される日時や国印までしっかりと載っていた。この制度は国内に存在せず、そんな考えも王国内で見たことも聞いたこともない。そしてこの内容はとある人物に語ったようにとっても覚えのあるものだった。なんとか首を動かしてアレクシアを見る。彼女はこれまでの仕込みが全てうまくいったと言わんばかりの笑みを浮かべながら告げた。これからもよろしくね、ガイアス。完全に外堀が埋められて舗装工事まで完了していた事実にガイアスはうなずくことしかできなかった。二次創作、王女を実力者に変えたくて。次回は第38話53週は高評価、チャンネル登録お願いします。